皆さん、明けましておめでとうございます。今日は新年一発目の配信ということで、タビオの YouTube メンバーに集まってもらいました。タビオの社長のうちです。よろしくお願いします。裏タビオチャンネルの編集ちゃんです。裏タビオチャンネルのプロデューサーのヤタピーです。よろしくお願いします。それではまず社長にお伺いしたいんですけれども、この二人はタビオの YouTube 要員として採用されたわけなんですが、理由っていうのを社長の方から。わかりました。はい。今さほど撮影してもらってる寺田君という方が1年前に入社してもらって東京支店の方で配属されてるんですけども、 YouTube をさらに強化するために大阪の本社の方でも動画作成とかですね、そういうものをしていけるようなことを考えておりました。まあその中で僕がもともとすごく YouTube を見てたヤタピーさんの番組にですね、 DM を送ってうちに転職しないですかっていう話をですね、まあさせていただいて、まあ快諾得まして、で入社してもらいました。編集の量がやっぱ増えてくる中でですね、東京の寺田さんだけではなかなか難しいってことで、大阪の方でも編集者いないかなってことで募集かけたら、採用してみたらすごいベッピーさんが来てしまったっていう。来てしまった。先ほどの2人だけでなく、実は今日スペシャルゲストにもお越しいただいてますので、早速ご紹介したいと思います。17ライバーのマナさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。17ライバーマナと申します。自由奔放天真爛漫、昔は福岡ローカルタレントをしておりました。どうぞよろしくお願いします。お願いしますこういう形でチームにこう加わっていただいた経緯っていうのはどういう感じだったんですか。もともとまあコロナ禍の中にあってですね、いろんなコンテンツとかですね、サイネージ用の動画とかっていうのを作成しなきゃいけない時に、まあ、人物探してました。あの動画作りますんでエイミングができなきゃダメなので、はい、やっぱり元タレントさんであるとかですね、写真撮影もありますよ、そんなものに慣れてたりされる方、やっぱり最終的に笑顔が非常に可愛らしい人っていうのはですね、元気があるっていう方をですね選ぼうと思って、半年間いろいろ見て回ってワンセブンライブのマナさんの方にがいいんじゃないかなと思って、ちょっとまあいきなり話しかけるマナだったんで、最初はリスナーとしてマナさんの動画を見出して、でボン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 課金しだして、でその後に実はタビオの社長なんですってことで、うちへの出演依頼をしたという経緯になります。ありがとうございます。はい、それではここからは私の質問にお手元のフリップでお答えいただきたいと思います。はい。それでは一つ目の質問。タビオの YouTube、どんな印象を持ってますか？それではフリップ、どうぞ。企業 YouTube は難しいな、優しい感じ、ほののん。これ。これです。世の中は陰と陽で何もこともあって、ここのチャンネルはまあ、この明るい部分。陽の部分ってことですね。陽の部分だけなんです。それだけだと力が発揮できないと。ということで、うちはこの黒、闇の部分ですね。この部分を足すことによって、まあ、完璧な YouTube として成功するんじゃないかと。長い。点が抜けてる。点が、ま、皆さんから見た、社長ってどんな人？ちょっと、エルコを抜かせる。それでは、フリップを出してください。どうぞ。普通、優しい、ドラえもん、光。ヤタピーさん、光とはよくライブとかやってて、もうこのすさんだ生活、石油王が助けてくれへんかなとかいろいろ考えてた中、YouTube という闇の世界から救ってくれて。YouTube 闇だと思った。でも今 YouTube なんですけど、ね。YouTube の世界は闇ですよ。あと、マナさんの優しいっていうところなんですけど。はい。大体、リスナーさんのコメントって、その人の雰囲気がコメントに出てくるんですよ。お会いしたときにやっぱり予想通りだったなっていう感じで、続いての質問に行きたいと思います。え、どんな夢を叶えさせてくれるような人だなっていうイメージが強いので、すごいセリフがいいのに絵で台無しになってました好きな YouTuber 教えてください。どうぞ。10システムさん、これこれさん、岡田大江、ヤダピーさん、なし。編集ちゃん、岡田大江、芸人さん、岡田大江、YouTube やってて、なんかいろいろトークが面白くてずっとハマってます。で、マナさんはこれこれさん。はい、これこれさんです。はい、どんなところが。闇ニュースの流行の最先端を追ってるところです。社長、最後、10システム、まあ、他も見るんですけども、はい、岡田敏夫さんのやつとか、はい、宇宙系のやつとか、まあ、見るんですけども、まあ、今こうサイエンス系のライターなんですけども、今もまあずっとクオリティ上げてこられてるんで、参考にずっと見てます。はい、皆さんが今ハマっていることを教えてください。どうぞ。社長、ビッグクッキースパイファミリージムで鍛える、シール、ソフビコレクション。社長、まずマナさんへのビッグ課金に今一番ハマってる。結果的には結果的には
ルマナさんはスパイファミリー。スパイファミリーのアーニャ見てたらもうセロトニンが出ます。セロトニンが出ます。セロトニンが出ます。はい、じゃあ続いて編集ちゃん、ジムで鍛える。はい、今年の4月ぐらいから週4でずっと通ってて鍛えたいなと思って、ただただそれだけです。なるほど。じゃあ最後ヤダピーさん、シールソフビコレクション。はい。で、まずはソフビを集め出して、月々の支払いがまあ10万円くらいになって、まあ安めで場所を取らないシール。はじめはね、1枚300円とかだったのが、もう1枚7000円とかのシールになっていて、これでまあ結局、月々の支払いはまあ10万を超えるっていう。もうハマりすぎでもう大変なことになってます。1億あったら何に使う？どうぞ。投資5000万かける2。一番くじ、ロット買い、黒マット仕様のランボルギーニを買う。大きな家を買う。じゃあ社長、まず投資ということですけれども、1億を元手にもっと増やすということですね。そうですね。2口に分けて。それで、ランボルギーニ買ったり、大きな家買ったり。一番くじ、ロット買い。一番くじ。続いて、マナさん。はい。一番くじ、ロット買い。全部一番くじを引かずにまとめて買う。じゃあくじの箱と景品をそのままもう。そのままもう、ギョーちゃんのように。買う。じゃあ続いて編集ちゃん、クロマット仕様のランボルギーニを買うと。ドリームカーです。ドリームカーですか。これなんでクロマット仕様なんですか。やっぱそれが一番かっこいい。自分に一番似合ってると思ってます。すげえ。ヤタビーさん、大きな家を買う。家から出なくていい生活を目指してるんで、どこでもいいです。だから、まあ、近くにコンビニぐらいあれば。リビング何畳ぐらい。10畳。いや、コレクションをとりあえずいっぱい並べて、防音がしっかりしてる。何の話？それが大きな家なんで。自分部屋はでかくて料理したい。妻と子供はまあ別にいいです。自分の部屋が大きかったり。大問題。大人になって一番やらかした失敗談。どうぞ。社長、タリオ入社。最初、お酒飲んで気絶。ウェディングケーキを落とした。はい、ということで、もう早速、ヤタピーさん、これどういうことですか？何十年も前なんですけど、職場で、はい、ウェディングケーキを運んでたんですけど、それを階段から落としまして、3階から落として、地下1階まで転がってって、もう知らんふりしました。これね、知らんふり。箱に詰めて、元の場所に戻しましたけど、これはもう大変なことになってます。続いて、編集ちゃん。お酒飲んで気絶と。入社して2週間も経ってない状態で、東京でお酒飲んでたら、そのまま気絶して倒れちゃいました。めちゃめちゃ笑ってるじゃないですか。目撃者なんですけど、はい。目をしっかり開けたまま、受け身を取らず、前に倒れていきました。マナさんは、一緒と。出ていません。最後に見て、いつかそれをエピソードとして出してくれるかもしれない。それでは社長、最後、旅を入社が、一番やらかしたことということなんですけれども。そうですね。僕はもともと芸大行くようなやつだったので、ちょっと人手が足りないってことで、気がついたら37歳で上場企業の社長になってしまって、今こうやっているんですけども、日々別の人生あったんじゃないかなっていうのは、ずっと考えて生きてます。今生きてるのが、なんか仮想現実の世界なんですね。目覚めたらなんかどっかで入院してるみたいなことを結構本気で思ったりしてたりします。この4名の中で、この人と一番仲良くできそうだなっていう人のお名前を書いていただきます。しゃあない。しゃあない。それだけ一歩出してください。どうぞ。おお、ヤタキ編集ちゃん、マナさん、社長って言ってます。どんなところでなんかお互いこう合いそうだなっていう感じありますか？もう最初に初めて会った時から、好きってなって。なんか一緒にいたらめっちゃ幸せな気持ちになるんで。なるほど。ヤタピーでは幸せになれない。マナさんと いろんなとこ一緒に行きたいなって思いました。じゃあ社長とヤタピーさん、まあ、お互いのお名前を書いていただいてますけれども、これはどういう。そうです、ヤタピーといろんなところ行きたいですね。最後、皆さんの座右の銘を教えてください。どうぞ。人生いろいろあるね、いろいろ。でもまあそんなことどうでもいいじゃないか。継続は力ない。はい、他力本願。これはちょっと社長からいきたいと思うんですけれども、これ植木俊さんのコンサートの題名だったんで、それを若い頃に見て感銘を受けまして、それからはこういう気持ちで生きてます。諦めが肝心とか、あ、なるほど。それ悩んでも仕方ない、もうそんなことどうでもいいじゃないかっていうのがすごくいいなと。続いてマナさん、はい、継続は力ない。中学生の時からちょっと掲げてる言葉です。は
ご自身の中で今も変わらず継続していることって何かありますか？ワンセブンライブの配信で楽しみながら配信をして、やっぱり続けてるといろんな方から知ってもらえるし、出たがりなので有名になりたいというところもあって、続けようって思うためには継続は力なりを掲げてます。じゃあ続いて編集ちゃん、愛深いですね。やっぱり愛が大事ということでしょう。まあ、愛があれば何でもできるんじゃないですか。投げやりないすげえ愛の前に言い方だったけど今。やたぴーさん、他力本願。他力本願ってなんか悪い言葉みたいに思えるかもしれないですけど、はいはい、やっぱり助けてくれる人には素直に力を借りて生きていくのって大事だなと思って、もうこれ本当に、もうこれ自分で無理だなと思った時は、素直に人からちょっと力を借りるという、普通のちょっと真面目なことを言っちゃいましたけど、はい、そういうことですね。すごいいい、綺麗な締めが見えました。というわけで、今回の企画は以上です。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に、ヤタピーさんからの一言で締めていただきたいと思います。まあ、社長にはね、YouTuber ででかく呼んでいただいたんで、まあ、これからどんどん波風を立てて、裏旅をチャンネル頑張っていきたいと思いますんで、裏旅をチャンネルを応援お願いします。イエーイ。それでは皆さん、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さよなら。さよなら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。